こんにちは。昨日ですね、秋田県の田沢湖というスキー場に日帰りでね行ってきました。朝7時台の飛行機に乗って、で1日滑って夜8時半ぐらいにね伊丹空港に帰ってきました。で今回はですね、この GoPro Hero 8 Hero 5、そしていつも使っているオズモポケットで撮影をしてきました。まあオズモポケットの話はまた次回別の動画でねしたいと思うんですけど、この Hero 8 Hero 5を使って撮影した映像を今確認してると、もっとこうすればよかったなとか、あこれはよかったなみたいな部分がいろいろ見えてきましたので、それをね皆さんにシェアしたいと思います。今回の動画は、まあ、この GoPro を使ってウィンタースポーツですね、スキーとかスノーボードを撮影したいっていう方もね結構いらっしゃると思いますので、まあ、そういう方にね参考にしていただければと思います。で早速ですけど、まあ、何を使って撮影したかっていうと、まずこのヘルメットマウントですね。ヘルメットなんですけど、このヘルメットの先端にこういうマウントを貼り付けてあります。でここにアタッチメントを使って、これまあ Hero 5のケージなんですけど、これにこういう足をつけて、ここにこんな感じでカチャッとはめて撮影しました。でさらにチェストマウントって言って、これまあちょっと前回バイクの動画で紹介しましたけど、 GoPro 純正のこの胸に取り付けて撮影するためのこういうものを使いました。純正結構ねしっかりしてていいです。さらにあと自撮り棒ですね、こういう延長できるタイプのものを私は今回使いました。スリーウェイっていう GoPro 純正のくねくねしたやつもあるんですけど、やっぱねちょっと剛性が低いので、これはね一応ミラーレスとかでも使えるタイプの自撮り棒です。かなり硬くてね絶対曲がったりしないです。で先端に GoPro のアタッチメントを取り付けて使っています。あとは、まあ、こんな感じの GoPro のケーシーって、これまあ純正のケースなんですけど、これも持っていって、この中にいろいろ入れていって、これをリュックに入れて常に持ち運んでいました。でモバイルバッテリーがやっぱりね必須ですね。バッテリーがすぐになくなるので、モバイルバッテリーを持っていって撮影していない時はこまめに充電するとかねした方がいいかなと思います。まあスペアバッテリーがあればね、スペアバッテリーいくつか持っていけばねいいと思います。私はHero 8用の純正のスペアバッテリーまだ持っていなかったので、途中で充電をして使っていました。やっぱりね寒いのでバッテリーの減りが非常に早いです。使ったものとしてはそのぐらいでしょうかね。純正のプロテクターもあるんですけど、これは今回使いませんでした。であとまあこういう足っていうかね、こういうものをいくつか持っていったんですけど、こっちは GoPro、 こっちは GoPro 純正で、こっちは社外品です。でさっきのも見てわかるんですけど、これここがね寒さでね こういう爪が1個しかもうないんですけど折れちゃいました。ちょっと純正高いんですけど、本当に激しい使い方するんであれば純正の方がね信頼性が高いと思います。まあ、穏やかな状況でねおとなしく撮影するんであれば、別に社外品でもね十分使えると思います。物に関してはそんな感じでしょうかね。じゃあ次に、まあ、映像を見ながらねどうしたらよかったかみたいなことをね説明したいと思います。じゃあご覧ください。でまずは 4K スーパービュー 24fps で撮影した映像です。チェストマウントといって胸につけて撮影をしています。ボードの特性としてどうしても真正面を向いて滑るっていうことがないので、チェストマウントだと、まあ、体が向いている方の映像になってしまいますね。まあ、当たり前なんですけど、なので左右対称の映像っていうのはボードではちょっと難しいですね。でこんな感じでレンズに雪が飛びつくので、よく見ておいてしょっちゅう拭いてやらないとダメですね。でこれはヘルメットマウントにつけた状態です。 4K スーパービューでハイパースムーズオンです。先ほどもハイパースムーズはオンでした。ヘルメットの方が安定してますね。で正面を向いて撮ることができます。でまあこういう感じで追いかけて撮っている時っていうのは非常にねいいですね。今度はチェストマウントですね。ハイパースムーズオン 4K24fps です。手ブレ補正に関しては、まあ、こんな感じで、まあ、効いているのでないよりはかなりいいんですけど、ただのハイパースムーズですね、 4K スーパービューだとハ
ハイパースムーズしか選べないんですけど、ちょっとね手ブレ補正が弱いかなという感じがしますね。で今度は 2.7K にして、広角にしてブーストがオンになっています。ブーストオンにすると、ね、もうむちゃくちゃスムーズですね。でこれはスキーをしながら自撮り棒の先につけて撮影しています。スキーなので非常にね左右の動きがまあ同じなので安定してますね。ブーストオンにするとスーパービューが使えないので画角が狭くなっちゃうんですけど、それでもこういう感じで追いかけていって相手を撮るとかそういう用途であれば、画角の狭さもそれほど気にならず綺麗な映像がね撮れますね。今度は自撮りをしながら、ブーストオンで撮影しています。やはりスーパービューではなくて広角になってしまうんですけど、そうなると今度自撮りの時だと画角がやっぱ狭くなっちゃって全身がね入らないですね。上半身しか入らないのであんまり面白くない映像になっちゃいますよね。結構親切バフバフで面白いところでね滑ってたんですけど、あんまり伝わってこないですよね。こけちゃいました。ここからは GoPro Hero 5です。 Hero 5でヘルメットカメラで撮影中です。ヘルメットで下が柔らかいところでまっすぐ滑ってれば、まあ、比較的見れますけど、まあでもやっぱ手ブレ補正がね、あこれさっきの転んだシーンですねでこれはまあ止まってはないですけど、ほぼ止まってる状態で他の人を撮ってるところですけど、こういう使い方であれば 4K スーパービューで手ブレ補正なくても GoPro Hero 5でも結構綺麗にできます。でもこう移動し始めちゃうとやっぱりね手ブレ補正ないっていうのは厳しいですね。まあジンバルを使うっていうこともあるできるんですけど、やっぱりねかなり過酷な状況でこういうふうにどん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 滑るような状態ではちょっとジンバルを使ってる余裕はないでしょうかね。 GoPro 単体でね使いたいところですね。ただまあ映る映像自体はね本当に Hero 5でも綺麗なので、まあ使いようだと思いますね。これも Hero 5ですね。これフラットバーン圧接されたところをヘルメットカメラで撮影してるんですけど、やっぱりねブレがちょっと厳しいでしょうかね。これもそうですね。これ横方向、なんか自撮り棒で撮ってるんでしょうかね。やっぱりブレが厳しいですね。まあ、最後にじゃあまとめというか、まあ、どのモードで撮ったらいいかっていうところなんですけど、まず自撮りをするときであればスーパービューで頭の上からね足元の雪まで綺麗に入るようにした方がいいかなと思います。その場合はちょっとブーストっていう一番強い手ブレ補正が使えなくなっちゃうんで少し手ブレするんですが、全体が映る方が面白いかなと思います。で他人を撮る場合は、まあ、広角とか多少画角が狭くなるんですけど、それでもブーストっていうその一番強い手ブレ補正を使って撮った方がよりスムーズに撮れます。で他の人を撮る場合であれば、まあ、画面を確認しながら撮ることができると思うので、多少画角が狭くなっても画角から外れてしまうっていうことはないかなと思います。じゃあ次にどのマウントを使って撮るといいか、まあ、どの道具を使って撮るといいかなんですけど、まあ、自撮りであればやはり自撮り棒でいいと思います。でスノーボードの場合チェストマウントを使うと、まあ、どうしても進行方向に対してちょっと体がいつも横を向いているので、写りもやはり左右均等じゃなくてその体が向いている方が多めになるし、傾きとかも出てしまうので、ボードはちょっとチェストマウントと相性が悪いかなと思います。ヘルメットマウントか自撮り棒で撮ったらいいんじゃないかなと思います。でスキーに関しては常にまあ体がいつも正面を向いているので、頭も胸も大体同じ方を向いていると思いますので、それであれば、まあ、ヘルメットマウントでもいいしチェストマウントを使っても正面が綺麗に撮れるんじゃないかなと思います。でスキーの場合はストックを使うので、まあ、ストックを使いながら自撮り棒を使うのもちょっと難しいのかなと思いますけど、あの GoPro 純正でもスキーのストックに GoPro を取り付けるためのアタッチメントとか出ているので、まあ、そういうのを使えば自撮り棒的な使い方もできるかもしれないですね。
という感じで今回はウィンタースポーツで GoPro をどういう風に使うといいかっていうのをね少し考えてみました。まあ本当はスローモーションとか他にも GoPro いろんなモードがあるのでそういうのも試してみたかったんですけど今回ちょっと時間がなくてできなかったのでまた次回機会があったら試してみたいと思います。まあ、こういう分野に関心がおありでしたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。